はい、どうもありがとうです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画のテーマなんですけれども、私が大型トレーラーを運転している最中に遭遇した走り屋による大きな事故についてお話をしていきます。まあ、具体的に言いますと、長野県の峠道でマツダのロードスターが横転事故を起こしていたんですね。事故の状況はというと、峠道のちょうどヘアピンのカーブになっているところで、おそらくオーバースピードで突っ込みすぎて法面に乗り上げたロードスターが、ちょうどこのように完全に仰向けになっている状態で天井が地面を擦りながら、カーブの外側にある縁石を乗り越えてガードレールに突き刺さっているというような状態でした。法面に乗り上げたブレーキ痕からおそらく 50m ぐらいの距離があったと思うので、相当な速度が出ていたと思うんですが、横転している状態で頭を地面に擦りつけながら、まあ、スライドするような形でですね、車ごと吹っ飛んでいったというような感じの事故だったんですね。まあ、周囲に車は一切いなくてですね、私が一番最初に発見したような形で、すぐに、まあ、警察と消防をですね、呼んで、後続の車が突っ込まないように後ろに三角停止板を置いて、とりあえずの応急処置を行ったんですね。まあ、毎日トレーラーに乗っているとこういった交通事故に遭遇することは多いんですけれども、この時の事故というのは単独事故としては多分今までで一番ひどかったんじゃないかなっていうような状態でした。まあ、一番最初に疑問に感じたのは、周囲に運転をしていた人が見当たらないっていうようなことだったんですね。まあ、最悪の事態をこう想定しながらですね、そのロードスターをとりあえず、まあ、助けに行こうとこういうような形でこう近づいていったんですけれども、まあ、結論から言いますと、運転している人はもうすでに亡くなっているような状態でした。まあ、ロードスターと言いますとね、ソフトトップとハードトップっていう2つの種類があるんですけれども、この時横転事故を起こしていたロードスターはソフトトップでした。いわゆるオープンカータイプの車といえば分かりやすいかもしれませんね。まあ、完全なオープンの状態で走行していたっていうのは、その車を見れば分かったんですけれども、まあ、乗っている方がね、どういうような状態だったのかっていうのは、まあ、直接的な表現だと少し差し支えがあるので、まあ、お話はしませんけれども、まあ、大体想像に難くないと思います。オープンカーがひっくり返って、そのまま頭を地面にこすりつけながら、縁石を乗り越えてガードレールに突っ込んでいるというような状態です。まあ、最初ね、エンジンオイルが地面にこう垂れ流しになってるのかなと思ったらね、それはエンジンオイルではなかったというような状態でしたね。まあ、これなんでね、こんなことをお話しするのかっていうと、今ちょうどですね、免許を取り始めて最初にスポーツカーを買ったような方々がですね、まあ、大体先輩とか友達に誘われて山を走り始めるっていうような時期なんですね。大体4月から5月、6月、7月にかけてなんですが、非常に峠で走りや特に若い方の事故っていうのが非常に多いんですね。まあ、特にですね、今回ちょっと2つばかりお話ししたいことがあって、過去の私の体験から動画を作らさせていただきました。私も昔ですね、まあ、ランエボというね、三菱のスポーツカーでターマックのラリーというのをやってました。ターマックっていうのはね、舗装路のことを言うんですけれども、まあ、舗装路をいかにこう速く走っていくかっていうような競技ですね。ですのでモータースポーツに関しては非常に興味もありますし、私の周りで今もね、全く現役で活動されているような方もいますので、全く否定するつもりはありません。ただですね、峠の走り屋とかローリング族っていうのは、これはモータースポーツではないんですね。今回の事故で非常に特徴的だったのは、オープンカーでそういった走りをする車であるにもかかわらず、ロールケージが入ってなかったっていうことですね。そもそも一般道でそういった危険な運転を行うというのはですね、まあ、モータースポーツではありませんし、ただの暴走行為でしかないんですけれども、まあ、もしですね、オープンカーで走るんだったら必ずロールケージは入れておいた方がいいんじゃないかなと、まあ、今回の事故を通して本当に強く思いました。でロールケージっていうのは何なのかっていうとですね、このように車の内部にジャングルジムのようにですね、鉄パイプを張り巡らすというような改造なんですね。なんでこんなことを行うのかというと、この鉄パイプが万が一車が横転したりひっくり返ったりした時に乗っている運転手を保護してくれるからなんですね。一般的にソフトトップと呼ばれているオープンカーのタイプの車というのは、後ろの首の根っこの部分にですね、こういった出っ張りが装着されていて、横転した時にこれが飛び出すというような仕組みになっているんですけれども、当然古い車の中にはこういった飛び出すタイプのロールバーが装着されている車というのは非常に少ないです。
でしかも最低限の、まあ、ロールバーとしてのね頭を守る機能しかありませんし、基本的には競技用のものと違って完全に頭部を保護するというようなことは難しい構造になっています。当然オープンカーというのは屋根がついていない分非常に開放感があってですね、乗っていて気持ちいいのは間違いないんですが、万が一横転した時に非常に怖い目に遭うというような車の一つでもあるんですね。まあ、今回私が遭遇した事故の場合はこのようにですねかなりの速度でひっくり返ってましたので、車の上半分が完全に消え失せているような状態でした。後でまあ乗っている人のね上半身もそのまま消え去ってしまうというようなね非常に大変な事故になりますので、当然ローリング族や走り屋行為というのは擁護しませんけれども、もし激しい運転をオープンカーでする場合は必ずロールケージは装備しておいた方がいいと思います。これがあるだけで助かった人っていうのも周りに非常に多くいますんで、やっぱりですねオープンカーで激しい走りをするときは非常にリスクがあるというようなことを考えてですね乗る必要があるんじゃないかなと改めて感じさせてもらった事故の一つでもありました。二つ目にお伝えしたいことなんですけれども、私の周りでもですねバイクに乗るなら車に乗った方がいいっていうようなねことをよく言われるっていうような親御さんが多くいるみたいなんですけれども、まあ、確かにねバイクに比べれば四輪の方が安全というようなね理論でお話しされる方が多いというのは私も認めますが、正直なところですね、例えばこういったローリング族とか走り屋行為を行っている車の中で逆に車だから大丈夫だろうというような考えで無茶な運転をして命を落とす方っていうのも意外と多いんですね。今回のオープンカーのね事故の話ではないんですけれども、私の周りでも車を横転させて、まあ、首の骨を折ってそのまま亡くなった方っていうのも何人かいますし、まあ、逆にですね車っていうのは屋根もあって、周囲に柱もあって守られているという感覚が非常に強いんですけれども、一度通常のシートベルトと通常のシートのまま横転事故を起こすと人間の体完全に宙に浮いて天井に頭を強打するという形になりますので、全然安全な乗り物ではありません。ですので車だから安全とかバイクじゃないから飛ばしていいというような論理は私は通らないと思ってます。ちょうど今の季節でいうと4月に免許を取り始めて最初の車を買ってすっ飛ばして走るというような若い方もね多いと思うんですが、そういった方に向けて私からの一つの啓発としてちょっと動画にしてみようかなと思いました。人間無茶な運転すればバイクでも四輪でもですね簡単に死にますんで、それだけちょっと考えて決して無茶な走行はしないようにお願いをしたいと思います。皆さんの命を守るためでもありますし、やっぱり、せっかく買った車なんでね、そんなことで潰してしまうのももったいないですし、まあ、いろいろな付き合い方っていうのがねできるんじゃないかなと思っておりますので、一つ頭の隅に入れておいていただきたいと思います。まあ、走り屋とかねそういった車に関しては私もいろいろとですね、まあ、若い頃周囲で乗っていたやっていたっていうようなね人々もいましたんで、そういった経験談も今後動画にして公開していこうと思っているんですが、まあこれですね一番最近遭遇した事故として結構衝撃的な事件だったんで一つ動画としてまとめさせていただきました。またですね機会があればこういった若い方々に向けた動画っていうのもね作っていこうと思っておりますので、ぜひあやとサロンの方今後もお楽しみにお待ちいただければと思っております。それでは少し長い動画になってしまったんですが、今回はこれで以上になります。最後までご視聴いただいてありがとうございました。あやとでした。おやすみなさーい。